この緑ったんで、クルトンっていうメーカー、クルトンか。っていうメーカーちょっと言ってみます。いや、このメーカーも非常に好感の受けるメーカーで、今ちょっとリューズちょっと外しましたけど、中の機械見たかったんで。もうサイズもほとんど、ミドウと同じ小ぶりなサイズですね。で、裏にですね、4つのビスがあって、この4つのビスで、ケースが止まってるんですね。やっぱりこのクルトンの、特許だと思うんですけど、ビスで、時計を止めるという、この構造ですね。まあ、今でも、いろんなメーカーが使ってると思うんですけど、このクルトンのこれは、まあ特殊っちゃ特殊ですよね。非常に好感が持てるしっかりしたケースですね。中ちょっと今開けてみます。開けれたら開けてみますね。これもこのメーカーも今ないですけど、でもとても真面目な作りのメーカーですね。